ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ、ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい、どうした。おお、成長した。第2のアキユンくんがこの子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。髪型めっちゃ独特やね。こういう髪型の子初めてじゃない多分。旅に出ていただこうか、アキユンくん。そうですよね、それがいいと思っていました。チャーリーさんにかな。立派な大人になるために旅に出て気分を磨こうと思います。旅に出る前に何か整えた方がいいでしょうか。このままでいいと思うよ。旅先で出会った人に何か伝えたい言葉はありますか。特にないです、大丈夫です。では行ってきます。ほい、行ってらっしゃいまし。アキユンは立派に旅立っていきました。記念にこれももらってください。もうアキちゃんすごい身長が高くなっとるけんさ、画面から切れてますけど。おお、何、誰今度は。ちょっとすみません。はいはい、何、成長したもしかして。どうしてもこんな泣きやんでまだ全然やった。超赤ちゃんよ。助けてくれませんか。はいはい、オッケー、ありがとうございます。ポーンちゃん、ポーン、アニマのそっくりさんだよ。いないいないいないば、ば、いないいないば、ば、いないいないば、ば。全然ダメじゃねえか、やっぱ。いや、顔面もダメなのね、この子は。どこだ。あ、今の。みんな顔面じゃね。あ、いや、違うな。ん？どのあたりですか？ここ？右ほっぺあたり？何？虫歯が痛いんじゃないの？まだ歯生えてない？よくわからないポイントだな。でもご機嫌になったっぽいよ。ほらほらほら。お、いいねいいね。あ、そろそろミルクの時間ですね。うんうん。ポーンの機嫌も随分良くなりました。お礼にこれをあげます。何？実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。あれじゃね、コーンちゃんの写真を撮った方がいいんじゃない？それで。おう、誰？ちょっと来てもらえますか？お、ミクルちゃん。あ、生まれたのね。なるほど。そっか、ユウさんとミクルちゃんのところ。どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいです。男の子でした。あ、ユウさんにや。めっちゃユウさんにじゃない？どんな子に育ってほしいですか？口はミクルちゃんやね。自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、私のかなみと夫のゆうから取ってかなうにしようと思います。かなう、いいんじゃないかな。かなうも大切に育てます。うん、温かく見守ってやってください。みんなで見守っていこう。ゆうとみくらの間にかなうが生まれました。おお、なんかもう電話がひっきりなしに管理人は動けないんですけど、あ、成長したかな。マナナちゃん、マナナが一人前に成長しました。この子の成長のために初めての気がする。マンションに一人暮らし立てようと思います。どちらがこの子のためになるでしょうか。旅に出ましょうか、マナナちゃん。はい。旅人が多すぎて、そんなことがあるの。そんなことがあるの。このパターン初めてなんですけど、ちょっとびっくりした。なるほど。旅立つの後からとかあるんよね。はい、それじゃあ、今回も、新しくこの島に住んでくれる人がいるので、ちょっと QR コードを読み取っていきたいと思います。あ、その前にあれか？旅人を旅立たせとけばいいってことかな？あ、めっちゃ順番待ちしとるやん。やばくない？やばくない？超順番待ちしとんやけど、みんな大丈夫？こんにちは。どうもどうも。私にとって、鳩場はスタートであり、ゴールでもあるんだ。もうなんか、いつ来た子たちですかっていう感じやけど。
こんにちは。別にそんな感じじゃない。アジアのそっくりさん。あ、どうも大吉くん。ブルブル。武者震いだよ。武者震い。で、あの、みんなはいつ旅立っていくんすか？アユナのそっくりさん、こんにちは。どうもどうも。お父さんお母さんの子供として、恥ずかしくない旅をしてきます。いってらっしゃい。もう旅立った日、1月って書いとったけど、全然旅立ってないんやけど。アユナのそっくりさん、こんにちは。全然旅立ってないよ。ほう、でも旅してる日数221日ってなっとるよ。来なさすぎじゃない ?221 日間みんな、何、どうしたの？鳩場にいるの？こんにちは。管理人さん。どうも。この子は、うちの島の子ではないね。京都って書いてるし。この子たちみんなあれなの？管理人さん、こんにちは。あ、どうも。島の方んで、つい、長居しちゃった。長居しすぎだって。いつ来たかは知らないけど。このミュウがついてない子たちは一体何なの？こんにちは。どうも。旅っていいものです。島のみんなにも、そう伝えてください。まだこれからね、旅立つマナナちゃんという子がいるからね。アユナのそっくりさん、こんにちは。どうも。楽しい旅になりそうです。これからも元気に旅を続けてくださいまし。アユナのそっくりさん、こんにちは。どうも。アユナのそっくりさんに、次に会うのは、いつなのかな？わからない、それは。次にまた会うのかもわからないよ。こんにちは。アユナのそっくりさん。こんにちは。お父さんとお母さんのことだけが、心配なんだ。ちょっといっぱい帰ってあげて。いっぱいちゃんと帰ってあげて。交流名簿って何やっけ？ああ、こういうやつね。なるほど。この旅人のところへ行くっていうのは何なんやろ。まあ、とりあえずみんな元気に旅立っていってくださいまし。はい、そして今回住人になってくれる人の QR コードを読み取っていきたいと思います。ミステリーさん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ほんわか型、人に気を使うタイプ、みんなで仲良くすることが第一、人を疑わないので騙されないように。騙されないように、なんか逆に騙しそうな感じだけど騙される側なんよね。はい、それじゃあマンション見てこう。今日はハートマークはなし。お？え、なんか、ものすごく怪しげな部屋に住んでいるのね。入ります。ミステリーです。どうも。人に気を使いすぎる男。人に気を使いすぎる。に気を使うのはいいことやと思うんやけどね。すぎるのは良くないんかな。人に騙されそうだねって、よく言われます。失礼です。でも見た目からはそういう風には分からんけどな。仲良くなったら分かってくる感じ。いただきます。どうぞ。一応なんかミステリーさんは、このミー自体にすごい設定をつけてくれとって、マジシャン見習いらしいです。マジシャン見習いで、本格派のマジシャン目指して、真面目にマジックを練習してはいるものの、のんびりで素直すぎる性格が災いしてか、ステージでは毎回何かしらの天然ボケを炸裂させ、周囲にはコメディーマジシャンだと思われていると。いいね、かわいいね。めっちゃかわいいね。で、あゆの島には修行の一環で一時的にやってきただけのはずだが、なぜだか定住。これも天然のなせる技か。みんなに親しみを持ってもらっとるってことよね。でもなんか部屋に遊びに行くのはちょっと怖いような気がするけど。お願いします。なんか独特なものを作ってくれそうな気がする。仕事ができそうに見えるの。あ、てかさっきまでさ、なんか仮面とかいろいろつけとって、そんなになんか注目してなかったけど、髪の毛金髪なの？今初めて知った。肌触り抜群、シェフセット。肌触り大事。大事。我ながら、なんてや金髪やった思いっきり。できました。あ、仮面に目が行くめっちゃ。あれ何の服かな、着とるやつ。あんな服あった？私が着せたことないだけかな。キャラに。はい、そして、これ多分喧嘩ですよね。こっちとじゃないの？ゼロさんと。なるほど。せつなさんめっちゃ喧嘩のイメージあるもん、なんか。
俺、珍しく、怒ってます。君の珍しいとは一体。ゼロと喧嘩しました。ですよね、ゼロさんだよね。腹立ちます。ほら、落ち着いて。てかもうね、せつなさんも結婚してるんだから落ち着いてよ。じゃあ、とりあえず、未だにあれだよね、超大好物、大好物出てないよね。ないんじゃない？はい、シュークリームでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？美味しくなかった、マジで。まあ、私もシュークリーム好きじゃないんやけどさ。あの、シューの感じがものすごく好きじゃないんやけどさ。クッキーシューなら食べるかなっていう感じ。はい、ゼロさん入ります。爆発しとる。しないでください。せつなと喧嘩しました。ほら、ゼロさんもね、はるちゃんっていう奥さんがいるんだから落ち着いて、落ち着いて。このイライラを沈めてください。二人とも既婚者なのに何をしてるんだい。好きな食べ物あった？うんと、対してって感じやね。で、ほら、キウイでも食べて落ち着いて。いただきます。ほいほい。どうすか？すごく美味しかったようです。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。はい、いってらっしゃい。さあ、ちゃんと仲直りできるのか。この間はごめんなさい。許しません。許せよ、おい。許せよ、なぜだ。どうしてだ。うまくいきませんでした。まあ、そういうこともあるよ。うんうん。しょうがない。きっと今は虫の居所がよろしくないのね。また今度、誰かしらが取り持ってくれるか。何かするはず。そして、一軒家の方は、誰かなんかもやっとるんか。誰の家ですか？あ、洋平さんとペッカナさん。洋平さんを呼び出します。どうも。一週間ぶりくらいですか？あゆなのとっくりさん。新しい服が欲しいです。お、新しい服？どんな服がいい？チェックシャツ、ジーンズ。あ、じゃあこれで。ああ、どうかな。いや、これでいいや。はい。あ、この落ち着いた色いいね。赤いやつはちょっとあれかなって思ったけど。気に入らないの？マジで？なぜ？ヨシハルって一体いくつなんでしょう？年齢がわからない人ですね。全体的に年齢わからんけどね。全体的に、子供だったの？みたいな、ミーもいっぱいおるし。わからないよ、それは。ちなみに君はいくつなんだよ。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてってね。待って、結局、あれやん、コルピックさん和服に戻っとるやん。やっぱそっちの方が良かった？今日は 25,690 円集まりました。ありがとう。はい、そして、夜市。お客さん、運試ししてみない？せつなさん、それはいいから、ゼロさんと仲直りしようよ。買うけども。買うけども。さあ、一つ目の中身は？お宝ブーブークッションが入っていました。いらねえ。二つ目の中身は？食べ物、牛乳が入っていました。腐りそう。3つ目の中身、いいのこい。帽子、水泳帽が入っていました。まあ、ニューやけんいいか。また来てね。これすべて買い終わった後って何かしら表彰されるんかな、やっぱり。なんかそんな気がするよね。はい、ということで、ハートとか友達マークとか出ないっすか？出ないっすね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。待って、ミーニュース見てないじゃん、私。
はい、ミーニュース見てこう。ミーニュース見てこう。星になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。信じられない事件です。連続転倒事件、また日月再び通行人が次々と転倒するという不可思議な事件がありました。でもこう見たらミーのサイズ結構でかいんよね。ミーサイズの椅子でなければやけど、なんかミーの大きさがいつもよくわからない。これがミーサイズの街でミーサイズのベンチなのか、あれが普通の人サイズだったら全然でかいよね。普通に、でもまあ子供サイズではあるっぽいけど、足がベンチから出てなかったし。ありがとう。恋ということって、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今のところ8階まで住人が埋まったんで、まあ、まだまだやね。何階だってやったっけ？結構13とか？でもそれやったら思ったよりも、あれか、少ないか。そんなもんかな？ 13？ そんな不吉な数字ではないかな。